行記寺は、岐阜県海津市にある浄土宗の寺院である。三号は、河流山。別名、月見寺。隠れ城、お月見の寺。行記入城の地の伝承がある。美野高須藩藩主松平氏菩提寺である。本尊は、阿弥陀如来。西見の三十三例状二十七札所。養老山地の中原にあり、本堂、大書院、小書院、栗、松平屋病を有し、 高い石垣を持つ城郭風の仮覧であり、一見すると小規模な城である。一説には、緊急時には高須藩の城としての機能を有していたという。そのためか、寺院というより城の御殿に近い。1705年に作られた美しい回廊式庭園があり、有料で拝観できる。また、栗にある月見の間からは、農美平野が一望できる。伝承によれば、 744年、地方を巡っていた行基がこの地の洪水による被害を目の当たりにし、聖武天皇に懇願し、人々のために建立したという。行基は、一般的な説では、668年に生誕し、749年、菅原寺で81歳で入滅し、生駒市の竹林寺に埋葬されたとされているが、行基寺の伝承によれば、677年に、 生誕し、757年にこの地で入滅、埋葬されたとされている。1336年、結城と貞の手により消失、昌平年間に再建される。1702年、美野高須藩藩主、松平義行が、京王記事を松平氏母大事とし、大規模な改修工事に着手する。1709年、改修工事が完了する。1820年、 三門が建立される。現在の本堂は1832年再建である。明治維新になるまでは一般の人々が参拝することを禁止していた。ありがとうございます。